ガイアソーセージは、およそ80億年から110億年前に、天の川銀河と衝突合体したワイショウ銀河の痕跡である。衝突する前のワイショウ銀河は、ソーセージ銀河、あるいはガイアエンケラドゥスイコールソーセージ、ガイアエンケラドゥスとも呼ばれる。ソーセージ銀河との衝突で、喪失量が太陽の100億倍を超える恒星、ガス、暗黒物質が、天の川銀河に取り込まれ、 そこには少なくとも八つの球状星団が含まれていたと考えられる。ガイアソーセージという故障はガイア計画の一天文衛星、ガイアの観測で測定された構成の空間速度を同径方向の速度と円運動方向を軸にして通示した速度空間においてソーセージのような横長の楕円型に分布している集団が見られることに由来する。合体によって 天の川銀河に加わった恒星は非常に細長く伸びた軌道を持っている。それらの恒星の軌道は天の川銀河の中心からおよそ2 0キロパーセクの距離に円点があり、それより外では急に恒星がまばらになるので、その境界が恒星波浪のブレーク半径とされる。創成時銀河を起源とする球状星団は NGC1851。 NGC1904, NGC2298, NGC2808, NGC5286, NGC6864, NGC6779, そして、NGC7089 である。また、NGC362 と、NGC1261 もその候補とされる。別の分析では、 同じような軌道を取る球状星団は13に上る。Y 小銀河から来た構成は、天の川銀河の核の周りを、離心率のオーダー0.9という極端な楕円軌道で周回している。それらの構成の金属量は、典型的には他の波浪性より高く、金属量の指標である水素を基準とした相対的な鉄の存在量、FE、H がマイナス1.7を上回る。 ソーセージ銀河は、薄い円盤を膨張させて厚い円盤を生み出すなど、天の川銀河の形を作り変えた。一方で、ソーセージ銀河から天の川銀河にもたらされたガスは、新たな星形成を誘発し、薄い円盤を補充することにもなった。また、Y 小銀河の残骸は、銀河系の内側波浪に属する構成の大部分を、もたらした。ありがとうございます。